投げた、来た、打ちました、すげえすごいパワー、見た、阿部監督見てますか。どうも皆さんこんにちは、白滝でございます。ということで今回も大聖巨人軍を復活させる物語やっていきたいと思います。はい、ということで現在9月30日広島戦、いやー2位です。はい、いや前回の動画でね、まあ、阪神とのクライマックスシリーズ争い敗れたんですけれども、その後ね飛ばしてみたらですね、まあ、首位との差がねどんどん広がってっちゃって、もうこれ優勝無理だなってところまで来ちゃって、で今度はね中日がどんどんねあの4位街道を走り始めちゃって、あれもしかしてこれもう順位争いなくなっちゃったんじゃないかなって感じになっちゃってね。はい、いや本当はねあの前回の動画から次の動画でもうなんか首位争いか CS 争いかどっちかの動画撮ろうかなと思ったんですけど、もうそれができなくなってしまったので、もう残り2試合のところまで飛ばしちゃいました。はい、もう残り2試合でこの2試合終わったらもうクライマックスシリーズ。はい、まあ、なので、まあ、あの前回のねシーズン最終戦は U25 巨人軍、まあ、フレッシュ巨人軍ですね、フレッシュ巨人軍で動画を撮ったんですけれども、まあ、今回はモタさんをねちょっと使おうかなと思います。はい、もう外国人枠の関係でずっとモタさんがねベンチじゃない2軍にいたので、ちょっと使いたいね。やっぱり、ね、阿部監督がねもうずっと可愛がってる選手なので、ちょっと使いたいなと。はい、そしてねちょっとあの外国人枠があるのでちょっと誰か外さないといけないんだよね。はい、ちょバートが微妙なんだよね今回。ちょっとバートを外して先発を、誰がいいかな。誰がいいかな。及川さんいくか。いややっぱやめた、及川さんやめます。あのまあ、ちょっとスタミナが足りなすぎるスタミナが足りなすぎるので、じゃあどうしようかな。金子千尋さんでいきます。はい悩んだ結果これかっていうね。さあそして宮國さんすごいね。いや普通に先発合格ですねこれね、昇級間違いなし。そして戸郷さん負けだけどんどん増えてったな。サンチェスまあいいんじゃないでしょうか。そして田口さん、うん、桜井さんいいね、すごいな、もう救世主だね。そしてトネさん素晴らしいね、貯金すげえな。トネさんいいっすね、貯金すごいっすね。影谷さんも、太田さんえ7勝0敗、なんか貯金中継ぎがめっちゃ作ってるんだけど。デラロサさん、ああ借金持ちか。堀岡さん、まあまあプラマイゼロですね、借金ありますね。そして中川さん、はい4勝3敗すごいな、40セーブ恐ろしいね。はい、まあそんな感じですね。そして、野手登録でね、ちょっとモタさんあげようか。誰外すか。ちょっと岡本さん怪我してるけど、もう2日で治っちゃうし。てか、クライマックスシリーズのとシーズン最終戦の間って10日間空いてたっけ。あれクライマックスシリーズになったら、登録抹消のやつって、無効になるんだっけ。ちょっと怖いから、ちょっと、今回は、あの、そのままにしておきます。はい、まあ野手1人少ないところでどうってこともないのでね。で誰外そうかなと思ったんですけれども、亀井さん外します。はい、亀井さんやっぱ打率が落ちてるからね。さあということで野手見ていきましょう。直樹さんいいっすね、2割7分素晴らしいと思います。まあもう打率2割8分ぐらいあってほしかったけど、まあ仕方ない。そして坂本さんレジェンド、岡本さん怪我しちゃったね。はい、まあでも素晴らしいよね。そしてウィーラーさんレジェンド素晴らしい、これをトレードでもらえたってことがすごい。レジェンド、これは台湾の英雄ですね。素晴らしい。健大高崎の星。健大高崎ってさ、ひたすらもうあの走る選手が多いと思ったら、こういう大砲の選手もいるんだなって驚いた記憶ありますね。大城さん、まあ打率あと2分ぐらい上がったら完璧ですね。はい、そんな感じでございます。ということでやっていきましょう。ですね、岡本さんが、ダメだから、あ、長打すごいことになってるわ。今日、戸郷さんじゃなくて金子さんです。はい。そして、とりあえず北村さんスタメンだね。うん。で、4番ウィーラーか。いや、違う、4番はどうしようか。4番どうすっか。4番山下さんでいくか。絶不調だけど。見たいよね。じゃあ、そして、どうしようかな。今日ちょっと大城さんファーストで使おうか。大城さんファーストにして、で、外野にしよう。勝美さん外すか。もうちょっと今日ちょっとオーダーいじる。あ、じゃあ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 。で、山下さんを、レフトにしよう。はい。で、キャッチャーに、岸田さん。うん。ちょっと待って、打順どうしよう。とりあえず、
モタさん1番にするか1番ライトモタ、いいね、面白い。さあということで、じゃあこれでやっていきましょう。どうだ。さあということでね、マツダズームズームスタジアムで、巨人対広島やっていきましょう。やっぱ巨人怖いね、やっぱ広島怖い。さあ行きましょう。さあクリアレンさん4勝8敗5点台、今年あれなんだね多分ね、蛇行なんだね。さあモタいけ、モタさん、モタさん前回の U25 フレッシュ巨人軍で確かホームラン打ったよね、確定アーチ。はい、ナイバチ北村さん、いいね。北村さん全然コンピューターに出番もらってなかったね。 OKOK。さあ坂本引っ張れ、あーダメか、今回ね流し打ち選んでも変わんねえしな、結局引っ張るときは引っ張っちゃうし、あーアウトか。どんまい。さあ金口郎さん、ね、取ったんだけど15点台だよな、阪神のあの戸根さんが二刀流した時のさ原因だからな、どちらかというと古川さんの方がでかかったけど、今思うとあれ 1,2 番ってあれだったんだね、戸様リレーだったんだね、古川さんと金子千尋さんの。とりあえず金子千尋さんの防御率を一桁にしたい一桁にしたいな。 OK ナイス。大城さんファーストもできるのがいいよね。さあ流し打ちの人にあえてストレート外角で挑んでいく、あーダメか、センター陽大館って現実だともうあんま見ない気がする、最近松原さんとかの方が多いよね。さあボール球勝負、よしモタ、はい OK ナイスプレイ。さあこんな感じでね、もう DeNA 圧巻ですね。そして4位までが、こう見ると中日かわいそうだな、ね、そういえばあの13連敗した年の巨人も実は言うと貯金だったんだよね、13連敗して貯金作るってすごかったね、しかも一瞬3位になったしね、まあ、あのあと中日の違う名古屋ドームで2連敗したから一気にあれだったけど、なんかゲッツー打ちそう、ゲッツーじゃないだけマシだわゲッツーじゃないだけマシ、広島戦でゲッツなんかさ流し打ちっていうと絶対陽大館さんあれが浮かぶんだよね。あぶない危ねえ。さあ岸田さんホームラン打ってる、すげえ、あーダメか、もうなんか普通に小林さんが2軍にいるんだよね、うわーつかメヒアさんもすごいな。 OK 金子千尋さんとモタさんは今日の試合でちょっとあれだよね、来年のね、契約が決まりますから金口郎さんには頑張ってほしい。いやー、やっぱ北村さん重いな、現実の北村さんこんな守備下手じゃないよ、ファーストも外野もセカンドもやるからね、サードもできるよな多分。 OK ナイスチェンジアップ、金口郎さんといったらやっぱねあれですからね、七色変化球というか素晴らしいよね。あ軽い球、いやー坂倉さんに打たれた、戸様で坂倉さんにホームラン打たれるというと、あの昔ソフトバンクから来たあの人とかね、ファーム日本一決定戦で打たれましたけど、さあ見ていけ、マジで僕が操作したら全然勝てないのどうにかなんないの、これ次回あの CS ファーストステージ、ね、3試合しかないから僕が操作した時の比率大きい。ああモタ2打席連続三振、結構甘い球だった気がするけど、シュートがやっぱいいのかな。さあ北村さん、ああ三振、なんか記録達成してる。さあサンチェスさんが勝利投手のランキングにね名乗りを上げてますね、素晴らしい。さあ行きましょう、千尋さん、あらもた結構重いぞ守備、足は速いけど、さあ肩も強い、危ない、サード行かれるかと、サード行かれたら終わると思ったもんね絶対行くなサードに、あバントかよ、よっしゃ。でもなんか笹岡さんバント多いってなんか広島の方ファンがねなんかちょっと愚痴ってた記憶あるけど、どうなんだろう、僕の視聴者にまず広島ファンがいるのか分かんないね、こんな大聖劇巨人軍を復活させるとかいう、どう考えても巨人ファン向けのね動画でね、いやもう12球団のファンぜひとも見てほしいですけど、はい、広島ファンがまずいるのかというね。坂本さんのホームランは決まりかな、ここから8打点取らねえかな坂本さん、そしてもう打率ついにランクに入ってねえし、いやーダメか、3割3分はキープしてほしい。さあ山下さん、うわ容赦ねえな、容赦ねえ、高卒3年目に素晴らしいね、うん、さあウィーラー、来た、
マジでウィーラー個人軍と貸してるよね。あ、セカンドいけないか。ウィーラー佐々木ファーボールで出塁したしな。さあ、ヨウさん、いけ。台湾の英雄。あー、台湾の英雄。セカンド、前回のヤクルト戦もそうなんだけどさ、やっぱセカンドにさ、山田さんがいないのとか菊池さんがいないのって違和感あるわ。さあ、千尋さん頼んだ。とりあえず一桁にしよう、防御率。はい、OK。イエーイ。いいね、さっきの坂倉さんに打たれたホームランだけで、ね、なんか板倉と坂倉をよく間違えるっていうね、人がいますよね。自分も最初ね、板倉だと思ってたんですよね。最初僕板倉だと思ってたんですけど、坂倉なんだって感じでね。はい、そういえばキャッチャーの名前間違いといえば、あの毎回言ってるけど、あの大城さんはね、大城匠なのに大城拓三っていう人がね、まあいるんですよね。知り合いにいたんですけど。投げました、打ちました、ボテボテの当たりはファーストゴロ。ダメだね、厳しい。これで2アウト、ランナーありません。バッターはピッチャー金子。さあ、千尋さん見ていけ。第5球。いまだになんかあの坂倉さんと板倉さん、あれ坂倉で合ってるよねってなるけどね。はい、坂倉ですね。はい、なんでだろうね、やっぱ板倉の方があれなのかな、世間一般なのかな。はい、 OK。てかさ、広島のキャッチャーってマジでいっぱいいるよね、いい選手。相澤さん、磯村さん、中村翔成さん、坂倉さん、もうパッと思いつくだけでこれぐらいですもんね。パッと思いつくっていう割には結構今ちょっと時間かかったけど。ああ、大城さん取れないか。さあ、そしてモタさん狙われてるよ、ちょっと肩強いな、やっぱり。遅いフィールディングからのね、やばい送球ね、素晴らしい。ヨウさん返すな。あー、返ってきた。これ金子千尋さんの防御率を果たして9点台になれるのか。 9.39、 ギリ9点台だな、いける。はい、 OK。 お疲れ様かな、これで。素晴らしい。さあ、モタさん行きたい、頼むぞモタ、行け。あー、惜しい、モタさん。さあ、フルスイング、北村さん行こう。さあ、安倍監督見てますかってタイトルにしたいけど、打たなそう、このままだと。前回の動画でめっちゃ、ね、天井直撃弾打ったんだけどね。来た、超えろ、超えてくれ、超えてくれない。中継ぎも結構ね、体力ない人多いから、体力ないってあれですよ、スタミナ F とかいいってわけじゃなくて、もう削られてるってことね。だから堀岡さん2イニング行こう。あと戸根さんぐらいかな、あとね、うん、勝ちパイ以外だと。マジ戸根さんと堀岡さんぐらいだから体力無事なの。あー、堀岡さんね、防御率2点台で普通にいいピッチングしてますね。丸、菅野が抜けて、防御率2点台と言いましたが3点台になりました。はい、そしてちょっとこれは買いまたぎ厳しそうですね。セカンドもやっぱ守備上げなきゃ厳しいね。セカンド北村さんもっとうまいぞ。さあ、坂倉さん、あー、采配全部当ててるのに、まあ、ここはなんとかなる。栗さんには打たれねえべ。オッケー、山下させる、来た。さあ、いけ、堀岡さん。第3球を投げました、打ちました、堀岡さん。いや、これ来たろ、モタの方来た。あー、それた。さあ、いけ、堀岡さん頑張れ。もう投げ切ろう、この回頑張ろう。投げました、初球、よし、来た。はい、来た。はい、はい、はい、来た。ゲッツーにはならないのかい。スタミナが切れたぞ、知らねえ。もういけ、もういってくれ。よっしゃ、一番怖いバッター、スタミナ切れで抑えた。1イニング4失点か、まあなんとかなる。さあ、山下さん。あー、ダメか。さあ、ウィーラー行きましょう。落ちろ、落ちない、ないか。これで2アウト、ランナーありません。バッター、代打の神様。さあ、どうしようか。
セカンドフライ、高めボール球打った、サード左横のフライになりました、取りました。さあということでトネさん行きましょう。8勝ピッチャーです。8勝に入ってめっちゃ勝率のいいピッチャー、あの先発みたいだね。ナイスキャッチ北村さん、いや北ナイスプレー、こういうプレーを見れると嬉しいよね、客も喜びます。ただマツダスタジアムだからほぼ巨人ファンいないんだよな。あ、よし、いいね。さあよっしゃ3本いいね、はい完璧。さあということでいきましょう。とりあえずね、さっきねウィーラーさんのところに入れたから代打が必要ないんですよね、もうね。はい、ウィーラーさんのところにトネさんだから、9番サード若林ですね、はい、さあ岸田さん行こう。うわお、あーあらら、つか待って、トネさんの次どうしよう、ピッチャーいないんだよな。もうみんなスタミナが不調かスタミナがないかどっちかっていう。どうしようかな。さあモタ一発勝負、決めてくれモタ、決めてくれモタ、きた、すげえ。すごいパワー、見た、阿部監督見てますか、モタやりました、すげえ弾道、いや素晴らしいね。いやこれこれはやばい、あー変わっちゃった。さあ北村さん続け、あー、さあということでピッチャー岸田さんでいきたいと思います。はい、もうピッチャー温存します、頑張れいけ、あ頑張れいける、いけるぞ、ナイスボール、ピッチャー交代、ピッチャー大城、さあ行きましょう、さあ行ってくれ、さあ行けるぞ、打撃力 G 対投手力 G の対決、打撃力 G が勝ちました。さあちょっととりあえずね、もうあのピッチャー温存しますこの試合は。大城さん体力あるね、あれじっくり見る押してる俺もしかして。第2球投げました、決まってストライク。さあここでどうなるか、投げました、空振り、あれいけるんじゃない、ボール球を振らせました、いけるぞいける、第4球を投げました、三振、ナイスボール、バッターは2番、ピッチャー変えます。あれ大城さん体力あるね。さあということでピッチャー坂本さんでいきたいと思います。さあ来ました、この人が一番僕はあの期待してます。はい、さあピッチャー坂本いきましょう、もうじっくり見よう。ピッチャー坂本いけ、増田さん2軍にいるからな、使いたかったけど、あー体力切れた、いけるいけるいけるよいける、はい OK、 ナイス。さあ最終回頑張りましょう。さあ坂本さんです、あーダメか、いやピッチャー岸田、ピッチャー大城、ピッチャー坂本というね、もう素晴らしいものを見れましたね。さあもうゆっくり見る、じっくり見るにしちゃってるのかな多分、もうねじっくり見るのままでいいや。もう最後もうじっくり見よう打席、おい危な、さあじゃあじっくり見るをやっぱ解除する。さあ行きましょう、あーさあラスト大歓、まあでしょうね。はい、ということで皆様ご視聴ありがとうございました。ということで今日の動画の見どころは野手3連発でしたかね。はい、そしてモタさん頑張りました。ということで、まあピッチャーね、あとは体力がない鍵屋さんと、あと不調のデラロサさんとね、あと万全だけどクローザーの中川さんって感じだったので、まあ普通にね、0点で抑えましたし、いい采配だったと思います。ということで終わりにします。チャンネル登録高評価してない方はぜひともしていってください。そしてツイッターのリンク概要欄に貼ってあるので、ぜひともツイッターのフォローよろしくお願いいたします。ではお疲れ様です、さようなら、じゃあね。